どうも、どうも飯田会長です。神山です、こんにちは。あー、カヌーエイドとか ST 名乗らず、もう神山でもいけるという自信がついた。違う違う違う、自分のチャンネルじゃないからですよ。自分のチャンネルじゃないから。登録者1000人いったんでね、先日。いや、もう抜かされるのもね、もう秒ですよ。いや、マジ僕見て。だからちょっとね、いろいろ動画撮っていかないと抜かされちゃうなと思って。卓球の動画をね、そうポケモンばっかりだって。ポケモン楽しいですからね。うん、それはわかる。ポケモンが楽しいな。ポケモンやりすぎてこんな格好で来ちゃったから。本当に寝巻きこれ。寝巻きこれ。で、このマーク5。いいっすね。先日買いました。いい、いい。本当にいいと思ってる。いや、いいと思いますよ。僕も本当にいいと思います。本当に？いや、クラブの子たちに最初、いや、マーク5使えって言うんですけど、はい、なんか嫌だって言うんです。みんなが使ってないから。あで最初弾まなくてもいいじゃないですか、始めたばっかりって、うんうん、むしろ基本を覚えるだけだから、うんうんうん、最初別に普通に使おうと思うのが使えると思うんで、はい、僕は本当にいいと思いますよ。全然あのグルー時代にマーク5ってめちゃくちゃ活躍してたんですけど、そう、確かに今も全然使えるラバーなんですよ皆さん。弾まなかったら弾まないでやりやすいことがありますからね。そう、あのテナジーとかってめちゃくちゃボール上に飛んじゃうんですよ。なんで、まあ、あの引き合いとかもう本当にラケット寝せないと上行っちゃ、オーバーしちゃ、下回転もね、うん、でペンだとさ、もうあらかじめ上向いてるでしょ、ラケットの面が。シェイクは下向いてるから、シェイクだったらもうこのままいけるけど、ペンはほんとかぶせんのが大変なんですよ。確かに力こうやってやんないと肘とか上がっちゃいますもん。そうなんです、肘も上がっちゃうし。なので結構僕もね、そのオーバーミス多い。まあ僕の技術量の問題なんかもしれないですけど、あれ笑わなかった。笑うかと思ったけどね。笑うとこだったけど、ね、今笑うポイントですか。あ、今笑うところ。でもそういうとこ全部あえて笑わないようにして。そういうとこクスッと結構笑うから。わかるかな。試合中もクスクスしてるから。試合中はよく笑ってますね。あれ、なんで笑っちゃう。うん、なんか、いや、単純に面白いなっていうのはありますけど、相手が面白いなっていうの。うん、これ感じ。下に買ったやつ。あ、あったまあまあ、で、なんでこれにしたかっていうとね、あのマーク5にしたかっていうとね、それをちょっと説明していきたいと思うんですけど、いくつかあります。はい、話題作り、これ重要ね。あのマジ大事だから。マーク5の飯田会長って結構通ってるみたくて。あ、そうなんですか。マーク5ですか、マーク5のすごいっすねっていうのをすごいいただいて、で、確かに過去動画アップしてる動画ってテナジーじゃなくてマーク5がほとんど。大谷選手と戦ったりとか、あ、はいはいはい、確かに中山選手と戦った伸びてる動画は全部マーク5、はいはい、なので、まあ、ちょっとマーク5に戻そうかなって、うん、あとまあコスパがいい、うん、2枚で6000円ですからね、うん、テナジー買うんだったら3枚マーク5買える、うん、であとさっきも言うけどこれ飛ばないんで、うるさい。あれで、下から出てもね、ちゃんと台に収まってくれるんですよ。これだったらテナジーだったらマジでオーバーするからね、っていうのと、あのね、これ高弾性、みんな使ってるの多分ハイテンション、お前らに使いこなせないよ。マジで本当に、でも本当にクラブ教えると思いますけど、うん、まあ塗りながらや聞いてもらえばいいんですけど、はい、小中学生ぐらいとか、まあ、でもぶっちゃけそれ以上になってもやっぱり弾まないことによる恩恵って大きいと思いますよ、やっぱり。台上、サーブレシーブ、あとループドライブの時とか、うんうんうん、やっぱ弾まなかったらオーバーミスの懸念をしなくてプレーできるんで、やっぱりその分。いや、今って僕結構そのトップ層の人とやらせていただくこと多いんですけど、やっぱループドライブが主流ですよね。まあ主流というか、その何なんていうんですかね、だからそのトップ層もどこからのトップ層とかいろいろあると思うんですよ、はい、まあトップのトップとかトップの階の方とかいろいろあると思うんですけど、はい、あ、はいはいはい、まあ、本当は上げ足取るね。じゃあ本当のトップのトップ、本当プロ選手とか、うんうん、そういうレベルだったらやっぱりそのミスも少ないんでラリーになったりすることも多いじゃないですか、はい、それやっぱりそのラケットとかラバーの弾みの差によってラリーで押し切れるかどうかってあると思うんですけど、これ薄いですか。いや、薄い方が逆にいいんじゃないですか。確かに、でも本当中級者ぐらいとかで弾むラケットとかラバー使いたくなるパターンって多いと思うんですけど、うん、
そもそもラリーになってなくないって話だと思いますよ。ああはい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 。そんなに試合中のほとんどの点数、得点、失点ってラリーになる前で決まっちゃってるんで、そこを重要視したするんだったら弾まないラケット、ラバー、まあ、マークワイプ、うんうんうん、本当ありだと思いますね、個人的に。そうっすよね。って言いながらテナジー使ってますけどね、自分。でそれ弾まないんで。そう、弾まない。ラケットの組み合わせ的にめっちゃ弾まない。ラケット合板なんですよ、その神山さんのやつ。結構弾まないんですよ、弾んでそうに見えて。で、僕がさっき話したトップ層っていうのは、あの大谷選手、社会人選手権、今年優勝ですよ、僕の同級生、31歳にして優勝ですからね。これはすごい、本当に。そう。で、試合したんですよ。あ、はいはい。で、彼、まあ、高速卓球って、元祖高速卓球って言われてたんですよ、丹羽選手出る前は。前でプレーしてる。そう。でね、ボールね、取れるって。あ結構、はいはい、取れたのびっくりしたんですよ。あこれ、多分僕みたいなカスのチャンネル見ないんで、行っちゃうと、取れると。そんなに速くなかったっていう。ただ、ただ、浮かしたボールの、ボールはやばい。あと、空振りした時のボールの、あの、そのスイングスピード速すぎて、ブーンって音が動画残ってるんですよ。へめっちゃインパクト強いし、スイングスピードクソ速いんですよ。だ決定ではもちろん速いですよ。ただ、3球目とかちゃんとついたボールに対しては、ドカンと来ないんですよ、うんうん、何が来るかっていうとね、クソ切れたループドライブ、弾道低くて質が高いループ、質が高い回転量だから、それブロックするのもやっとなくて、うってで、それ止めたボールをパキンって打たれて、それはね、さすがに取れないんですけど、最初ちゃんとツッツキして、僕のレベルのちゃんとツッツキしてれば来んのってループドライブで、あと桜井コーチ、まあ、埼玉県で社会人代表になったりしてる、まあ強いですよ。先日試合したんですけど、まあ、サーブもちろんのこと、ドライブ、ループドライブが彼の、一番の武器かなって僕は思いました。速いドライブっていうよりも、本当質の高いループドライブで相手にブロックさせて次打ち抜いていくっていう。だからそれをするためにはやっぱり弾むラバーっていうのは難しいですよね。いや難しいですよ。ループドライブはやっぱり弾まないのが絶対いいです、うん。シートでかけてもやっぱスポンジでグッていっちゃうんで。うん、台に収まらない。だから弾むと、だからオーバーミスとネットミス、どっちもある程度の割合で気にしなくちゃいけないと思うんですよね。はいはいはい、はい、だけどとりあえず弾まないのを使えば、はい、オーバーミスの気にする割合とかは 10% ぐらいにできると思うんで、はい、であとはネットミスしないように 90% 気をつけるみたいな、うんうん、そうするとやっぱりその楽ですよね、打つときに。ミートもしやすいじゃないですか。あ、それはありますね。ラケットで打てるから、うん、そうそうそう、あ、それはある。ラバーで打つって結構ね、どこ飛んでるか分かんないでしょ。分かんない。安定するのってやっぱ木材とかその 木に当てないと。やっぱ好きだと思いますよ。はいはいはい。好きオーバーミス気にしなくてできるっていうのはすごくいいですね、うんうん、弾まないラケットは。やっぱ弾むとやりづらいですか。僕ちょっと下手なんで分かんないですか。いや、やりづらいというか、そのやっぱり気にしなくちゃいけないんで、オーバーミスを。はいはいはい。まあ実際オーバーミスすることもありますけど、弾まないラケットとか、それはその単純に回転が分かんなかったとかそういうことなんで、はい、分かりきった時でもやっぱり自分の力の加減でオーバーミスする可能性もやっぱ弾むとそれだけ出てきちゃうじゃないですか、はい、やっぱそこを意識しなくていいっていうのはやっぱ弾まないラケットは大きいですよね、うんうんうん、っていうのもね、トータル考慮してマークファイブにしました。決して話題作りっていうのもあるんですけどあるけど、あるけど、ね、うん、マークファイブ結構いいと思います、マジで。あのね、一回基礎に戻れる。あ、その、まあ、今のね、昔で言うとグルー時代、トップ層とか、まあ、普通の県のトップ選手でもみんなグルー塗ってましたけど、一部ね塗ってない選手もいるんですよ。でグルーになれちゃうと副作用があって、塗らない場合が弾まなすぎてフォームおかしくなっちゃう。だから、トップの選手とか県内でもそのグルーやんない期間っていうのがあるんですよ。例えば大会の前、2週間前まではグルー塗らないで、2週間前からグルー塗っていいよって1回リセット期間があるっていうぐらい、まあ、それに置き換えると、まあ、1回基礎ラバーに、まあ、マークファイブに戻して自分の打つっていう感じを養ってからまたハイテンションに戻した方がいいのかなって。ちょうど今大会ない時期ですし。なかったですか、そういうグルー塗らない期間とかって。栃木県はありましたよ。自分はなかったですね、結論から言うと。その塗らないような機能を作るとかなかったですね。でもただ、はい、
個人的にはですけど、周りはめちゃくちゃ塗ってたんですよ。ガンガンにチャック塗ったんですけど、自分一応塗ってたんですけど、はい、多分他の人より少なかったです。中学校の頃から塗る、まあ、いわゆる回数とか量とか、はいはいはい、で、あの二度張りとか、はい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 、空張りとか剥がしとかいろいろ何回か塗ったんですけど、自分は多分本当に1回とかぐらいで、のっていうのは中学校の時とかは今よりめちゃくちゃドライブとか振ってましたけど振ってましたけど、その頃からそういう風な感じでした。だからちょっとはそういうのは昔からあったのかなっていうのはありますね。例えばあとチャックがなくなった時ってあったじゃないですか、はいはいはい、あの時そのチャックの大回避みたいなのが出てたと思うんですけど、はい、アクセルとかアクセルスピードアクセルか、はい、あれを使ってましたけど周りは。自分はもう亡くなった時点でもう全くバッサリやめちゃったりとかしたんで。じゃあ弾むからって言ってその成績とかその実力っていうのは直結しない。まあまあまあそうです。まあ戦型にもよりますけどね。そんなに、まあ、実際中級者ぐらいだから全国大会出る手前とか、うん、出たいなぐらいだったら、うん、むしろそんな変わらないというか弾まない方が効果が高いことが多いかなって思います、ね、ぶっちゃけ、うんうんうん、まあ扱えないし、うん、まああとまあ塗っていい、あの弾むラケットとかラバーでいいことは楽しいことじゃないですか、卓球が。ああ楽、練習中も楽しいし、その引き合いとかで速いボールが出れば、うんうん、まあ、それは別に卓球の楽しみとしては一ついいと思うんで、うん、別に勝つことよりそっちが目的ならそれでいいと思いますよ、うんうん、ただ勝ちたいんであればちゃんと弾まないものも使って自分で確認した方がいい。そうですね、亀山さんの卓球見てるとまさにそんな感じするんで、まあ、速いボールなんてね振っちゃえばまあ何でも一緒な気がするし、うん、それよりも細かい技術、打たせない技術っていうのを中心に磨いていった方がいいのかなと思うと、まあ、マーク5とかおすすめなんじゃないですかね。いいと思います。スレイバー使ったんですよ、はい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 、スレイバーはダメだった。ちょっと現代卓球じゃ無理。ちょっと僕はねちょっと食い込まないっすよね。スカスカしてる、ポロってボール落ちちゃうんですよ、滑るっていう。さすがに食い込まなさすぎてなかなか塗らない、チャックがないと難しい感じはしちゃう、うん、スレイバーフレックスとかだったらギリ、あでもちょっと難しいかな、うん、いや厳しいっすよマーク5はそれでいうとすごいラバーですよね。そうです、今でも結構使ってますよ。あの相田選手、はいはいはい、カットマンのあれもあの方もマーク5だったりとか、マスターズで優勝したカットマンとかもマーク5だったりとかするとね、マーク5本当優秀なんですよ。あんまりそんな用具にこだわらず自分の力をね磨くためにも一旦ちょっと振り返るっていう意味で、まあ、皆さんにお勧めさせていただきたいと思います。あとでちょっと打った動画とかも載せていきたいと思うんで、でも過去の動画全部多分僕マーク5なんで、はい、マーク5貼れば僕みたく強くなれます。東洋のマリンになれます。東洋のマリン、そうで、なんで2枚買ったかっていうと、せっかく東洋のマリンっていうね、なんかオフィシャルで、認められたので T リーグのね、アンバサダーとして、あのね、やっぱね、思い発信し続けてくると認められます。東洋のマリンなんて結構前から言ってたんですよ、2月ぐらいから。結構長いですよね。で、ようやく8月ぐらいに命名されて、東洋のマリンだお前はみたいな、ね、だからね、発信した方がいいよ、なりたい自分になるために。なんかかっこいいでしょ。かっこいいこと言うか、近い言葉、芯で作りたいんで。で、まあせっかくなんで東洋のマリンということで、家にマリンのラケットあったんでそこに貼って、マーク5っていうブランディングとそのマリンっていうね、あのネーミングでちょっとね伸び悩んでるんで僕頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ最後までご視聴いただきありがとうございました。これ切っちゃうんですか。まず打つ動画入れるんですよ、この。ああ、まあ、このまま載せて後日アップ見てください。なるほどね、はい、はいはい、適当なんで。アイス、ありがとうございました。あ、いいな。